昔あるところにかわいい小さな女の子がいました。おばあさんがある時ビロードの赤い頭巾を作ってくれました。それがとてもよく似合っていつもそればかりかぶっていたので、この子のことをみんなは赤ずきんと呼んでいました。ある日お母さんが、赤ずきんや、このお菓子とぶどう酒をおばあさんのところへ持って行っておくれ。おばあさんは病気で寝ていらっしゃるから、これで元気になるわ。森の中へ入ったら道草しないでまっすぐ行くんですよ。はい。ランララン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 ララン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 。赤ずきんが森の道を歩いていくと狼に出会いました。狼がどんなに怖いものか赤ずきんは知りませんでした。赤ずきんちゃん。あら、狼さん。赤ずきんちゃんはこんなに早くどこへ行くのかね。おばあさんのとこへ行くのよ。お母さんのお使いで。おばあさんって？この道をずっと行くとね、大きなカシの木が3本見えるわ。そこのうちにいるの。ご病気だからお見舞いに行くのよ。赤ずきんちゃんは偉いね。ちゃんとお母さんのお使いができるんだもん。狼さん、さようなら。うん、さようなら。へしめしめ、今日はこのうまそうな赤ずきんとおばあさんと、へへへへ、二人とも食べてやるぞ。あら、何か言った？向こうに花がいっぱい咲いてて綺麗だなって独り言を言ったんですよ。うわー、ほんと綺麗だわ。お花がいっぱい。おばあさんにお花を摘んで持って行ってあげたらきっと喜ぶわ。あっちにも、あっちにも。へへへへへ、うまくいったぞ。赤ずきんが道草してる間におばあさんを食べに行こう。狼の悪巧みとも知らないで花を摘みながらだんだん森の奥へ入っていきました。その間に狼は先回りしておばあさんの家へやってきました。誰かね。おばあちゃん、赤ずきんですよ。開けてちょうだい。はあ、赤ずきんちゃんかい。あそこの引き手を引っ張って押してごらん。すぐに開くよ。お前は
狼はおばあさんをペロッと飲み込んでしまいました。それからおばあさんの服を着て、頭巾をかぶって、メガネをかけて、ベッドに潜り込みました。ランララン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 ララン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 やっと着いたわ。おばあさん、このお花を見てきっと喜んでくださるわ。それにお菓子とぶどう酒と。あら、どうしてドアが開いてるのかしら。おばあさん、おはようございます。変ね、なんだか胸がドキドキするわ。赤ずきんちゃんかい。あら、おばあさんたら今日は変ね。大きなお耳。赤ずきんちゃんの言うことがよく聞こえるようにね。あら、おばあさんたら今日は変ね。大きなお目目。赤ずきんちゃんの顔がよく見えるようにね。あら、おばあさんたら今日は変ね。大きなおてて。赤ずきんちゃんをしっかり抱っこできるようにね。あら、おばあさんたら今日は変ね。大きなお口。赤ずきんちゃんを食べられるようにね。食べちゃいやよ、怖い。狼は赤ずきんもペロッと飲んでしまいました。いやー、うまかったうまかった。赤ずきんは特別うまかったぞ。お腹がいっぱいになったら上のまぶたと下のまぶたが仲良くなって、ああこりゃ眠い。オオカミはベッドに横になると大いびきをかいて寝てしまいました。その時、そこへ村の鉄砲撃ちが通りかかりました。ばあさん、どこが悪いのかな。大きないびきをかいて見てあげなくちゃ。おや、オオカミめ、こんなところにいたのか。うん、鉄砲で撃ってやる。待ってよ、ひょっとするとおばあさんを食べてるかもしれないぞ。そうだ、ハサミでオオカミのお腹を切って調べてみよう。おや、赤い頭巾が見えてきたぞ。なお切り開いていくと、赤頭巾とおばあさんが出てきました。狼め、まだいびきをかいてるぞ。今のうちだ。さあ、早く石を持ってきて。赤ずきんが大きな石を抱えてきたので、鉄砲撃ちは狼のお腹の中へ押し込むと、素早く針と糸で縫ってしまいました。うん、うわ、あ、あ、
ああ、目が回る、目が回る。ああ、お腹が、お腹が痛い、痛い。ああ、お腹が重いよ。助けてくれ。悪い狼はばったり倒れて、そのまま死んでしまいました。こうして鉄砲打ちは狼の毛皮を持って帰りました。おばあさんは赤ずきんのお菓子とぶどう酒のおかげで元気になりました。赤ずきんはお母さんが道草しないようにって言ったのに、お花を摘んでいたからこんなことになったんだわ。ごめんなさい。と言いました。